かフォトセッションを少し見切らせていただきたいと思うんですけれども、ご準備いいでしょうか。ではこの辺りでフォトセッションを終了させていただきます。ご登壇いただいたゲスト皆様を拍手でお送りください。横浜市下北沢選手、斉藤真奈選手、ご登壇の皆様、横浜市女子社会大学総合学部の皆様、今日は大学生の皆様をお越しいただきました。そしてご登壇の皆様、ご登壇の皆様、ご登壇の皆様、さてカウントダウンイベントが終了いたしましたが、マリノスケ君、そして WF のシンボルでもあるコパンダ君はもう少しこの場に残ってくれるようです。この2人と一緒に写真を撮りたい方、どうぞ引き続きこの場に残って撮影会をお楽しみください。またこちらの会場では午後9時半まで引き続きイベントを開催しております。皆さんもご覧になっている自転車を漕いで自分の力でオブジェに明かりを灯すミラーボーダーズインスタレーション、こちらですね、今一生懸命漕いでいただいてます。そして向かって左手のブースで行っているソーラーライトと回収したペットボトルで作るソーラーランタンワークショップ、どちらもエネルギーのことを考えながら楽しめる内容となっております。どうぞお立ち寄りください。そして素敵な夜をお過ごしください。なんと選手2人も残ってくださっているので、もしよかったら皆さんお写真をどうぞ。健太さんからモトセッションでかなり盛り上がっているところですが、ぜひミラーボールも経験してみてください。自分たちの思いや少しのこと、日々積み重ねたら大きな変化がもたらされるこの地球最大のイベントの一員となってくださってありがとうございました。はい、並んでください。先生、並んでください。どっちがパンダ？はい、すいません、並んでください。ありがとう。はい、皆さん、並んでいただいてよろしいですか？少し後ろに下がってください。すいません、少し後ろに下がってください。はい、少し後ろに下がってください。後ろ下がっていただいてよろしいですか？選手見たくなりませんので、すみません、少し後ろ下がってください。余談ではありますが、皆様、お家に帰ってホームページをクリックしていただくとジャパンギビングというクラウドファンディングのサイトから、アースアワーに向けてチャレンジをしております。私のチャレンジをぜひ応援して環境保護に役立ててください。よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、よろしいですか？すいません。はい、行きます。はい、チーズ。